はい、はい、どうも、ちぶりです。てことで、今日はですね、週間 FP 当たり選手ランキング、やっていきたいと思います。てことで、来ましたよ、皆さん。4月6日木曜日ということで、今週もかなり熱いガチャが来ているんですけれども、今回週間 FP 当たり選手ランキングということでやっていきたいと思います。まずは今週もね、ガチャのチェックからやっていきましょうということで、まずこちらショータイム来ましたよ。ショータイムイタリアンリーグということで、セリエ A からクバラツェリア、ミリンコビッチサビッチ、キムミンジェのこの3人登場ということで、いや、クバラツェリアめちゃくちゃ熱いですね。まあ、これもね、他の動画で解説していきたいと思います。そしてこちらですね、インテルのエピックガチャ来ております。アドリアーノ、ジュリオ・セザール、イヴァン・コルトバということで、アドリアーノはまあエリさんですけれども、セザルとコルトバについてはね、初登場っていった感じになってますね。まあ、これも他の動画で解説していきたいと思います。そしてですよ、今回こちら、待って、その前にあったわ、その前にこっちがありました。指名契約ということで、今回から指名契約も来てるんですけれども、デザインまためちゃくちゃなんかすごいデザインの来ましたね。こちらの J リーグの方とタイリーグのやつかな、この指名契約も来てますということで、これもね、また解説していきたいと思います。で、今回こちら POTW でワールドカップ週間 FP の復刻が来たわけなんですけれども、今回の復刻はめちゃくちゃ熱いですよ。まず1個目はこんな感じのメンツになっているんですけれども、2列目ウワッペ、そしてガクポ来ましたね。こんな感じのメンツになっております。そしてもう1個の方がこちらですね。こっちはまあ念願のモドリッチ復刻ということで、これを待っていた方かなり多いんじゃないかなと思います。こっちもこんな感じで結構面積的には熱くなってますね。いや、今回は前回ってか先週のワールドカップ週間 FP よりもかなり熱くなっているんじゃないかなと思います。ってことで、今回もこの22名と22名の合計44名の中からランキングベスト5ということでやっていきたいと思います。よかったら参考にしていってください。で、これで早速ベスト5から発表していきましょう。はい、ってことで、まず5位はこちら、アンヘル・ディマリアですね。5位に選ばせていただきました。いや、ディマリアがですね、これ過去最強のディマリアですね。このワールドカップのディマリアかなり強くなってます。まずプレイスタイルがウイングストライカーということで、できるポジションが両ウイング両ハーフ OMF CMF ということで、まあ、C 環境でこんだけできるポジションがめちゃくちゃ多いっていうのもいいポイントですよね。で、能力値見てくださいよ、これめちゃくちゃ緑だよね。これね、もう左側のオフェンスっていう、これもう列に関してはオフェンスセンスとヘディング以外は全部80乗っかってますと。ドリブルの6種も89まであって、ダンダーパス86、フライパスも88までありますからね。中盤の選手とかウイングの選手で決定力がしっかり80乗っかっているっていうのもいいポイントかなと思います。で、スピード瞬発も80乗っかってますと。で、スキル見ていくとこんな感じ、相変わらずめっちゃ優秀です。今回ワンタッチシュート、ワンタッチパス、スルーパス、バックスピンのピンポイントクロス、アウトスピンキック、ラボーナ、マリシアということで、まあ個人的にディマリアはね、まあスピードもそこまでめっちゃ速いわけじゃないんで、まあウイングよりかはこの中盤ですね、サイドハーフとか、まあ、OMF とか CMMF で使ってあげた方がいいんじゃないかなと思います。僕はよく OMF とか CMF とかで使ってますね。まあ一応ピンポイントクロスが持ってるんで、サイドで使ってあげても強いんですけれども、まあ、パスが上手いですし、まあアウトスピンキックとか持ってるんで、まあ中盤でかなり輝くんじゃないかなと思ってます。で、逆足の頻度はやや低い、精度が普通、波が小さいということで、この逆足の頻度はやや低いなんですけれども、ここに関してはこのアウトスピンキック持っているってことで、ここでカバーできるんじゃないかなと思いますね。まあめちゃくちゃ強いですよね。こんだけ OMF、CMF、サイドハーフ、ウイングまでできて、で、このこの6種でこのスキルですからね。まあダブルタツとか本当はめちゃくちゃ欲しいところではあるんですけれども、まあダブタツいなくてもこれはかなり強いんじゃないかなと思ってますね。ってことで5位がアンヘル・ディマリアでした。続いて4位見ていきます。はい、ってことで4位はこちら、デアラス・カエタですね。4位に選ばせていただきました。いや、この選手はね、かなり僕当たりだと思ってます。まあいろんな理由があるんですけれども、僕ね、結構前っていうか、イフットボール初期の頃からこの選手はね、まあ、スパサブの選手なんですけれども、かなり推していて、まずこの選手のいいポイントが、まずライブアップデート乗っかってるんですよ。これブラジルとか南米の方はリーグはまだねやっているんで、このライブアップデートが A ということで、めちゃくちゃしかもアラスカイタ活躍してくれるんで、ライブアップデートがこの環境でも乗っかってるのめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。今週とかもね、これ獲得したら速攻で使ってあげるということで、まずそこ魅力的ですよね。で、スーパーサブで2列目で ST と OMF、 そして左サイドハーフもできるということで、この2列目からの飛び出し、これを存分に活かしてあげれる、このポジション適性、これもかなりいいポイントかなと思います。
ます。で、能力値見ていくとこんな感じで、さっきのディマリア同様に全体的にめちゃくちゃバランスいい能力値してますね。このオフェンスっていう列に関してもヘディング以外全部8で乗っかってますし、まあスピード瞬発は、ね、スピードが79、瞬発が86ってことで、まあ中盤だったらね、これぐらいのスピ瞬で問題ないんじゃないかなと思います。で、ボディコンも87まであって、フィジカルも71まであると、スタミナ若干低めなんですけれども、これもスーパーサブついてるんで、まあ後半から使うと思うんで問題ないんじゃないかなと思います。いや、これめっちゃ良くないですか？ダブタ持ってますからね、しかも。で、ミドルシュート、アクロバティックシュート、ワンタッチシュート、スルーパス、ピンポイントクロス、アウトスピンキック、低弾道ロブ、スーパーサブですよ。これ言うことあるんかなっていう感じですよね。ダブタ持ちでこんだけシュートのスキル持ってて、スルーパスとピンポイントクロス、アウトスピンキックまで持ってますからね。これは本当に最強クラスのスーパーサブだと僕は思ってます。で、しかもですよ、逆足の頻度が高い、精度が高い、波が小さいということで、逆足も使えて波が小さいということで、これはね、このライブアップデートを含めたら、現環境でもトップクラスのスーパーサブなんじゃないかなと思います。まあ、獲得したらこの C 環境で間違いなくスーパーサブとして活躍してくれるんじゃないかなと思ってますね。ぜひ皆さんもこの選手獲得して使ってみてください。ということで4位がデアラス・カイダでした。続いて3位見ていきます。はい、てことで3位はこちら、2列目ムバッペですね。ご紹介していきたいと思います。いや、ついに来たなっていう感じなんですけれども、まあ実際ね、ショータイムバッグとかも来てるんで、まあショータイムとか持ってる方はね、正直まあ使わない方も多いんじゃないかなって思うんですけれども、やっぱりこのね、プレイスタイル2列目からの飛び出しっていうね、まあこれ唯一無理ですよね。特にまあこう442とか使っている方でサイドハーフとかで使っている方はめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。ウイングとか CF でもね、一応ね、プレイスタイルが無重視で使うことができるんで、まあそこも人にとってはいいポイントなんじゃないかなと思います。能力値はかなり優秀なんですよね。オフェンドリブルスピション全部90乗っかっていて、スピードは93までありますということで、実際このね、ワッピに関しては本当にショータイムと引きを取らない能力値なんで、まあその能力値っていうところを見てもね、かなりいいんじゃないかなと思います。正直ね、まあビッグタイムワッペとかショータイムワッペ持ってない方はこのワッペその月に強いと思うんで獲得する価値あるんじゃないかなと思ってます。で、このワッペがですね、スキルはもちろん優秀です。ダブタ1ターン、コントロールループ、ライジングシュート、アクロバティックシュート、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、ラボーナ、ピークキッカーということで、ワンタッチパスワンシュー持ってて、まあ他のシュート系のスキルもこんだけ持ってますからね。まあ皆さんご存知の通り最強 CF っていうかね、最強2列目の選手なんじゃないかなと思ってます。で、もちろん逆足の頻度が高い、精度が高い、波が小さいということで逆足も使えるんで、左サイド、右サイドどちら使ってあげてもいいんじゃないかなと思ってますね。まあ、ウワッピに関してはやっぱりね、これ今回この2列目ってところですよね。ここは本当に一番のポイントになってくるんじゃないかなと思います。特にはセンターフォワードを違う選手使っていて、ウワッピいつもサイドハーフで使ってるんですとかって方がいたら、その方は間違いなく獲得した方がいいんじゃないかなと思ってますね。まあ、例えば3バックでサイドハーフがいるフォーメーションとか、442のこのフラットの形とかでサイドハーフで使ってあげると、めちゃくちゃ強いんで、僕もね、このウワッピ持っているんですけれども、個人的にはかなりおすすめですね。もちろんセンターフォワードで無印で使ってあげてもめちゃくちゃ強いんで、そういった起用法もありなんじゃないかなと思ってますね。ぜひ獲得してみてください。ってことで最後はキリアン・ムワッペでした。続いて2位見ていきます。はい、てことで2位はこちら、コディ・ガクポですね。2位に選ばせていただきました。いや、このガクポも当時めちゃくちゃ話題性ありましたよね。今回復刻ということで見ていきたいと思うんですけれども、今回のガクポ、これ CF でまあリンクフォワードということで、まあ今出てるガクポは確か無印でセンターフォワードで使えるのかな。まあ、リンクフォワードかこの無印かところで好み分かれてくるかなというふうに思うんですけれども、僕は個人的にはね、このリンクフォワードのこのガクポ CF 機をめちゃくちゃ優秀だと思います。一応ね、ウイングでも無印で使ってあげるということで、まあそこもいいポイントかなっていうのを思うんですけれども、まずこの能力値ですよ。これセンターフォワードになかなかないこの能力値してますよね。全体的にめちゃくちゃバランスがいい能力値していて、この選手もこの左側のオフェンスって列に関してはヘディング以外全部80乗っかってますからね。ヘディングも70乗っかっているということで、これなんかもう中盤のこれなんかめちゃくちゃ優秀な選手みたいな能力値してますよね。で、スピシュンもスピード88、瞬発も87ということで、いや、この足も速いですし、しかもね、スタミナもこんだけありますということで、まあ、ボディコン若干低めなんですけれども、まあ、リンクフォワードとしてはかなり優秀なんじゃないかなと思います。フィジカルコンタクトも79までありますからね、ここ魅力的かと思います。そしてスキル見ていくと、ダブタ、アシューラ、そしてコンカ、ドロップシュート、ミドルシュート、ワンタッチパス、スルーパス、ピンポイントクロスということで、まあ、やっぱりリンクフォワードってこう下がってくるんで、そこでこのね、ワンタッチパスとスルーパスっていうこのパス系のスキル持っている。そしてこのグランダパス、フライパス、このパス系の能力値も高いということで、本当に申し分ないんじゃないかなと思います。まあ、リンクフォワードとはいえね、裏抜けもしてくれますし、まあ、降りてきて、
低い位置でボールを受けてくれてもしっかり活躍してくれるということで、このガクパは当時もかなり話題性ありましたけれども、現環境でも最強クラスなんじゃないかなと思います。まあ、身長が189センチってことで、身長は若干高めになるんで、これでね、ちょっと迷っている方とか、まあ、使いづらいんじゃないかなとかって方いると思うんですけれども、この身長が高い選手の中ではかなり使用感が良くなっているんで、ぜひね、使ってみていただければなと思います。もちろんね、逆足も使えます。逆足の頻度が高い、精度が普通、波が小さいということで、逆足が使えるのもいいポイントかなと思いますね。まあ、この選手も能力値めちゃくちゃバランスが良くて、リンクフォワードで、間違いなく最強クラスのセンターフォワードなんじゃないかなと思います。正直、サイのムバッペとかなり迷ったんですけれども、2位に選ばせていただきました。ということで、2位がコディ・ガクポでした。続いて、1位見ていきます。はい、てことで、1位はこちら、ルカ・モドリッチですね。1位に選ばせていただきました。いや、まあ、この選手1位だろうとね、思っていた方ほとんどかなっていうふうに思うんですけれども、いや、これマジで待望ですね。僕も超欲しかったんですけれども、やっと来てくれましたよ。思っていた方はね、結構悔しい方多いんじゃないかなと思います。能力値、まずこれバグってるよね。ドリブル能力値、パス能力値、そしてボディコン、全部90乗っかってますと。いや、これえぐいですね。そしてですよ、意外とディフェンス能力もあるんですよ。ディフェンス能力が80まで乗っかっていて、その他のディフェンス能力もね、ボール出しアグレッシブレス77まで行って、守備意識79まで行きますと。で、スピード瞬発若干低めになるんですけれども、まあ、ここに関してはあんまり気にならないんじゃないかなと思います。やっぱり中盤のね、この中央で使うんで、そこまでスピードは気にならないかなって感じがしてますね。フィジカルも意外と70まであって、そしてやっぱりこのボディコンですよね。この中盤の選手でこんだけボディコンが高い選手、本当にガビとかペドリとか、そういった選手しかいないと思うんで、そこはかなりいいんじゃないかなと思います。なんかこれ、本当にピロとかイニエスタとか、そういった感じの能力値してますよね。その選手がエピック、ビッグタイムではなくて、この習慣で獲得できるっていうのがね、めちゃくちゃいいポイントかなと思ってます。そしてスキル見ていくと、こんな感じ、ダブルライディングシュート、ミドルシュート、ワンタッチパス、スルーパス持っていて、バックスピンのアウトスピンキックまで持ってますと。で、ディフェンス系のスキルでインターセプト持ってますということで、いや、スキルも本当に申し分ないですよね。ダブルタでこのシュート系のスキルで、ワンパス、スルーパスで、インターセプトを持ってますということで、まあ、最強だと思います。で、逆足の頻度が普通、精度が高い、波が小さいということで、波小さいなんで、C 環境でも使えますし、逆足ももちろん使えますということで、まあ、このモドリッチはね、本当に圧倒的大当たりなんじゃないかなと思います。正直ね、今週このモドリッチ目当てでね、引く方も多いんじゃないかなと思います。今回のモドリッチ持ってない方は、マジで獲得した方がいいと思いますね。ということで、1位がモドリッチでした。はい、てことで、今回は週間 FP 当たり選手ランキングベスト5ということでやっていったんですけれども、いかがだったでしょうか。1個ね、注意ポイント言わせたんですけれども、これね、2列目ワッピーいるじゃないですか。これね、一応ね、こっちの右側の方にもいるんですよね。で、こっちにも、このワッピーいるんですけれども、これはラインブレーカーで、こっちのワッピーはあんまり強くないんで、まあ、あんまり強くないとか強いんですけど、出ているワッピーの中だったら弱い方なんで、まあ、こう間違いないでいただければなと思います。でね、これどっち引くべきかとかって意見もあると思うんですけど、まあこれ結構迷いますよね。で、僕個人的にはこの右側、こっちの方がいいんじゃないかなとか思ってますね。やっぱりこっち、フォーデン、ディマリアとかもいますし、モドリッチもいて、このチュアメイとか結構強いんですよね。で、大人気のアルバレスもいますということで、僕は個人的にこっちかなと思ってます。ただやっぱりこっちもね、ガクポとかこの2列目アップとかもいるんで、結構迷いどこではあるんですけれども、まあ自分の使いたい選手に合わせてね、飛行を選んでいただければなと思います。よかったらコメント欄でね、皆さんの引きたい選手とかも教えてください。はい、ってことでこんな感じ、イグッドボール動画毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。